グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。バルセロナに今季から加入したアルゼンチ代表 FW、セルヒオ・アグエロは、リオネル・メ、対談の影響によりすぐにバルサを去ること、望んでいるという噂を否定した。ファンに向かいで残留を約束している。今シーズンのバルセ、ナはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、マンチェスターシティの A、ストライカーとして、長年活躍してきたアグロは昨季限りでシティを退団し、バルセロナ、加入することが決定。バルセロナ入りを選ぶ、あたっては、アルゼンチン代表のチーム名、であり親友でもあるメッシの存在が大きかったと考えられる。だが、そのメッシは、まさかの、ルセロナ退団が決定。昨季終了後に契約が満した後、再契約を交わすことになると見込み、出ていたが、リーガのサラリーキャップ規定、より契約は、不可能となり退団することが5日、発表された。これにより、裏切られたと感じた、グエロが、バルセロナ退団を望み、弁護士との、談を開始したとの一部報道も浮上。プレミア、グエの復帰の可能性があるとしてチェル、などからの関心も噂され始めていた。だが、グエロ本人は、バルセロナファンに向けてそう、噂を否定したようだ。練習場で撮影されたと、られる動画が出回っており、その中でアグエは、車の中からファンに向けて、1年間ずっとい、心配ないと口にしている。現地時間8日に行われる、ジョアン・ガンペール杯のユベントス戦向けて、アグエロはバルサでの背番号が19となことも発表された。だが負傷のためこの試合、欠場することが、その後決定し、バルサでのデビューはお預けとなっている。両。